名峰富士を望む静岡県静岡市。温暖な気候と豊かな水に恵まれ、良質な竹が豊富に自生している。そんなこの地で生まれたのが敦賀竹千筋細工。千筋とは、使われる竹ひごが畳の横幅に千本並ぶほど細いことから名付けられた。またその特徴は、丸く削られた丸ひご。各地の竹細工では平らな平ひごが使われているが、丸ひごならではの柔らかな曲線が繊細な美を生み出している。最近ではインテリアとしても注目を集め、千筋の織りなす影は安らぎを与え、竹の新たな魅力を広げている。敦賀竹千筋細工の誕生は江戸時代初期。1607年、将軍を退いた徳川家康がかつて駿府と呼ばれたこの地に隠居。家康は趣味の鷹狩りの餌箱をこの地に根付いていた竹細工で作らせた。それが発展し、やがて鳥かごや虫かごが作られるようになり、鳥や虫を傷つけないように使われたのが丸ひごだった。以後、竹細工は小刀を使う武士の内職として網笠や籠枕、虫かご作り、ますます繊細で優美な技の花を今に咲かせています。まずこの丸ひごを作るには皮むきから始まります。一節が40センチを超える長さの真竹を水に湿らせ、雨肌の部分を残して表皮だけをきれいに削り落としていきます。これにナタを入れて縦に割り、1センチほどの幅にしていきます。へぎは竹の内側、柔らかい部分を切り落とす作業です。内側7に対し3の割合で丈夫な表皮部分の方を残していきます。サク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 パチン、千筋細工師の刃物使いの音がさえ渡ります。次に先代という道具を用いて竹の内側を均一に削り、薄さ 1.2 ミリほどの厚みに決め込んでいきます。いよいよここからが筋を入れる小割り入れ。2本の刃物を立て、切っ先と切っ先の隙間を定規に使い、互い違いに刺して細かい切り込みを入れていきます。くじきとは千筋細工独特の技法で、竹の滑裂性を利用して先ほどの切り込みを手で押し込み、
竹を割り裂いていく工程です。まるで職人の手により竹の性格が素直に手なずけられていく感じです。ひごを引くには先端を細くし通す穴に導いてあげなければなりません。表皮部分を除く三方を削り、竹の断面が三角おむすびのような形を作ります。上手にやらないと綺麗な丸ひごができません。この先付けは大切な準備作業になります。ひご引きは粗引き、中引き、仕上げ引きの3回ほど行います。粗引きでは角が取れて粗い削りくずが。中引き、ここでひごはほとんど丸くなるためにたくさんの柔らかい削りくずが出てきます。仕上げ引きを終わるとこれに磨きをかけてさらに丸く細く仕上げ、直径 0.8 ミリの細い千筋ひもが出来上がります。通す穴の大きさによりさまざまな太さのひもが作られますが、それでは次に蓋付き加湿器、その枠作りの工程から見ていくことにしましょう。まず寸法を軽く合わせて竹を切っていきます。その後今度は表皮を削り取っていきます。製品によっては皮をそのまま生かす場合もあります。次に割り符付け、ブギ目というデバイダーを使い竹の小口に当たる部分に幅約13ミリの印をつけていき、この印に従って竹を縦に中割りしていきます。幅決めは幅を均一にする工程。中割りした竹を片方から押し込み、これをやっとこでもう一方から一気に引いて削ります。力のいる作業です。幅が決まったら今度は厚み決め、節を残して竹の内側の柔らかい部分を削ります。硬い節はこのように後からノコギリで切り落とし、厚みを 3.5 ミリ均一にしていきます。墨付けは13枚から15枚を墨付けバサミで挟み付け、細工に必要な目盛りを一度に効率よくつけていきます。ではひごを差し込む穴あけの位置はどのように目盛りされるのでしょうか。答えはこうですね。規則正しい穴の位置、これも仕上がりを美しくするためには大切な作業になります。丸く曲がった竹の輪、あれはこのようにしてヒーターで加熱した銅鑼に巻きつけて作ります。厚さ加減、巻きつける時間のさじ加減は職人の勘。これを冷ますと竹はそのままの形で丸く固まります。こちらは角曲げの作業、電熱の杵ごてを使って一隅ずつ決めていきます。曲げる部分をはじめに少し水で湿らせておくのがポイント。竹の繊維質が跳ねるのを防ぐために行います。輪の形が出来上がったらこれをつなぐために竹の両端に斜めの切り込みを入れます。ここに接着剤をつけて貼り合わせ、ハサミだけで押さえて、あとは乾燥させて固めます。こうして出来上がった輪はどこでつないであるか探してもわからないほどの仕上がりになります。
扇筋細工の中で特に神経を使う工程の一つがこの穴開けの作業。直径 1.3 ミリの紐を刺すのに 1.5 ミリの穴を規則正しく開けていきます。ただ垂直方向に開けるだけではなく、紐を刺す角度に合わせて穴の角度も一つ一つ微妙に変えながら開けていきます。この穴開けの角度によって波打つ曲線や立体的な曲面も美しく描かれていきます。水引きや紐の結び方の一つにアワビ、なまってアワジ結びというのがあります。これを扇筋細工で作っていきます。穴開けは使用する紐の数に合わせて十文字4箇所にそれぞれ12穴、計48穴を開けます。淡路ひごは薄く細く平らに幅 1.3 ミリ、厚さ 0.4 ミリほどに作ります。扇筋ひごと同じように先付けを行いひごを引きます。ひごを引くのは断面の四角の角を丸くしてひごを滑らかに肌触り良くするためです。
ひごを曲げるには、キネゴテを使い、束に固めて曲げていきます。曲げ定規をあてがい、寸法に合わせて切ると、一度にたくさんの曲げひごができていきます。穴が開けられています。全部が刺し終わったところでまんべんなく叩いて入りを調整し、しっかり固定させます。あとは接着剤をつけて乾くのを待ちます。これで蓋付き菓子器の製作組み立ての完了です。この後最後の仕上げは2種類、竹の生地に和ろうそくの原料である木蝋をすり込んだ磨き仕上げと、漆やニスによる